オッズパーク、オッズ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 パーク、競馬競輪オートレース、いつでもどこでも楽しめる。スマホあるなら始めなきゃ。オッズ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 パーク、オッズパーク。ここに後ろにサラリーマン役のエキストラの方がいるんですけど、うん、はい、こう動いてると柴田さんがこう入ってくる、うんうんうん、何やってるみたいな感じのシーンがあって、得意、得意だもんね、得意じゃんねめちゃめちゃお前のこと追いかけてめちゃめちゃ得意な設定でよかった。久しぶりにお二人での CM だったと思うんですけど、はい、撮影いかがでしたでしょうか。非常に楽しかったですよ。最高でしたね。もう今まで一番良かったんじゃない？いや、その山田さんの今までが分からないんですけど、ね、いやいやいや、僕的にはね、人生の中でも、はい、あ、人生の中でも、ああ、もうそれは最高でしたよ。めちゃくちゃ良かった。こんな一日ないよね。うん、こんなにアーティストが、まあ、一番、まあ、今全盛期でしょうね、そういう意味じゃ。心の声、どうぞ。あとでーす。もう、おーっから、うん、もうやっといて、もうやっといて、このリズムで絞っとけばいいですね。はい。いい運動になったな、これ。一番激しいかな。あ、でもこれがあるもんね。一番の山場、これ。あれジャンプしながら前に進んでいかなきゃいけないから。先生がすごく分かりやすく教えていただいたし、やっぱこうなんて言うんでしょう、やっぱ染みついた、やっぱもうダンスのある意味なんか前世がダンサーだったんじゃないかなっていうぐらい、なんか音が鳴るともう動いちゃうっていうか、まあそういうのも僕はありましたよね。山崎さん、はい、本当に入学当時僕らね、タップ毎日踏んでましたからね。上下上下上下3回でこうやつ、あ、そうです、はいはいはい、肘ですね。で肘ちょっと上下、せーの、上下上下上下パーク、あ、そうです。でこう親指はこういう感じ、はい、そうです。パーで、ここにパーパーでこう、ね、次はこんなに優しく教えてくれるんですね。本当は優しいんですもんね。本当はそうですね。はい、お願いします。楽しみに、お願いします。で、指差してる方向を見ちゃいましょう。で、そのままの表情で顔をもう一度こちらです。口を開けていただいて、こうです、あれは。やりやすい。まあ、去年の、ちょっと、柴田さんに、ちょっとまあ、内緒で番組に出ていくみたいな時に、うん、まあ、びっくりするだろうなって予想してたんですけど、うん、当たりましたね。いや、当たるでしょ。いや、10年ぶりでできたね。これは多分予想するんじゃないか、びっくりするんじゃないかなって予想立てて行ったらね、案の定びっくりしてましたね。めちゃくちゃびっくりしましたね。これも本当手応えのある予想が当たったという、はい、その前も、そのちょっと前も飲んでたんですよ。うん、そのちょっとその2人でね、そうそうそう、僕は逆にまだまだそういう復活の部は場はまだもうちょっとだなっていうふうに予想したんですけど、うん、逆に僕は外しちゃいましたよね、だからね。そんなことしてたら山崎さん登場みたいな感じだったんで、そっちの予想は僕はちょっと外しちゃった感じがありましたね。できればやっぱりなって言ってもらいたかったんですけどね。やっぱりななんかあるわけない。おやっぱりな。いや、そんなでしょ。見てる人たち。でもまあ、うん、日々コンビニカはアイスがあるんですけど、そのアイスが当たったっていうのはありましたけどね、うん、それぐらいのミニマムぐらいしかないですよね、僕の場合は。でもこれ予想してるわけじゃないですからね。当たるなと思ってたんじゃない。
美味しいなと思ってただけで当たるなと思ってないんですけど、それに美味しいなと思ってたのが、それに美味しかったんでしょ。美味しかった。もう当たっていいじゃん。でも予想してないから。いやいや、美味しいなと思って食べたら美味しかったんでしょ。美味しいといいなっていうのあったけどね。これはすごいエピソードで、かなり強いの持ってんな。クソ弱でしょ。